令和チャンネルダンジョン。この企画はあれこいつガチっすか、池崎サンシャインジャスティスと思ったボタンをガチっすかで起用して本気でウィニングイレブンする。最近口内炎が気になってずっとペロペロ舐めてしまっている令和チャンネルによるチチンチン企画、それが令和チャンネルダンジョン。それでは早速呼び込んでまいりましょう。今日のチャレンジャーはこいつだ。チャレンジャー投手シュート、叩き込むガンガン強、ガチスカフューチャリング俺アンサンボ、クレワンパート、それでワンハンドレート叩き出すフランクランパード、ブラックホールフランクランパード。現役時代チェルシーに所属していたイングランドを代表するレジェンド選手。大砲のような破壊力抜群のミドルシュートや高いパス能力を武器にゲームを支配していた彼。そんな彼は最近チェルシーの監督を解任されたばかり。ということで今回はその解任についてどう思っているのかを本人に直接聞いてみた。いやーもう監督無理っすわ。あ、いやもう何やっても無理。うん、無理。スランプランパード、さあドクタースランプよ、うちゃーでガチスカの座をかっさらえ。あなたフラ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 ンパードを使っていきたいと思います。そういうことなんだよね。今日はこのお口ワンコ使っていくんですけれども、まあずっと使いたかったんですよ。でもなんかタイミングを見計らってて、でまあなんかいつにしようかな、いつにしようかなとか思ってたらアイコニック来たんで、まあこのタイミングしかないだろうということでダンジョンに召喚してターンアイドしてるっていう状態ですね。まあなんつったってこの足元のスキルと決定力の高さですよね。どういうことかっていうと、もう中盤でボール持ってもパスちゃんと回せるし、まあゴール前行ったらミドルシュート打てると。どこでボールを渡しても何でも仕事をこなしてしまうのはこのフランク・ランバードという男なんですよ。もう実際もノマドワーカーで、個人的にあれなんやけど2列目からの飛び出しって結構遅めのタイプなんやけど、これがまたいいんですよ。早ければいいっていうわけじゃないんですよ。ソーローの皆さん、よーく耳の穴かっぽじって聞いてください。遅めの2列目飛び出しはこうなんかパス回しながらじっくりじわじわ攻め寄るときにずーっと近く追ってくれるから使いやすいよな。多分駅伝の先導車ぐらいの感覚でいてくれるはず。まあ、というわけで今回はそんなランランルーをですね、オフェンシブミッドフィルダーで起用して相手を唯一混入ナゲットにしてやりたいと思います。ルー飛び出し切らんでももう後方からシュートバンバン打っていくわ。とりあえず次元大付け的な感じでちょっと使っていこうかなみたいな感じですね。で時にはこう前線に行って石川小山もやっちゃう、ルパン三世という感じになってます。あ、いいね。これで行って、で相手は3412。おい、アイコニックモーメント不所持、それはまずいぞ。この国でアイコニックモーメントを持っていないなんて、ノーパンで高校に来る女子高生ですよ。ハレンチで真似されても知らんからな。それは、まあ、久保建英を入れとるっていうその中で、ね、自分の好きなキャラクターを使ってウィニングするのはええかもしれんけど、大事なの何なの、強さだよ強さ。ここ世紀末だから力こそ全てだから、見た目とか気にしてたらマジでもう骨身残らんから。行きます。パスランパード、ランパードはパスがうまいからこれ使って、あ、いいね。このでミドル打っていく。いやでもランパード自体はミドル、ベッカムの胸はこういう風にも使えますよ皆さん。結構ジャニオカンズのオフェンシブミッドフィルダーシュも結構求められるから、そこに関してもちょっとランパード相性いいんじゃないかと私ちょっと思いましたね。ルンメリがダブルタッチシュートボー、あれ、あのルンメリがダブルタッチを行ったで、いや完全栄翔の黒ひつぎが食らわんかったみたいなもんやからな。ダブルタッチルンメリが食らわんって、あ、やべ、待って待って、今のところランパード全く使えてないけど、ランパード意識して使いたいなとか思いながらランパード使えないけど、シューはベッカム、ランネちゃん手固めにルンメニケぶち込んどいて、で、一回落とします。ルンメニケ、そうやな。ベッカム、うん、ランパード。このパスだ、そういうこと、うわ、マジでカンテの頭かすめてから、そこ出さない。いやー、出しちゃう。待て、取れるよ、ベッカム。ここ、前、そうそうそう。で、あそこのランパード来て、撃っちゃう。無理か、くそ。打たれてないね。やりたいことやりたい。クリバリナイス。素晴らしい。あの、割り込み技術の高さ。フーティー。その抜け出し神、いや、ルンメリが合わせたれ、完全に無駄走りやったな、今もう。深夜のタクシー運転手みたいな無駄走り。あー、待って。やべ。うわー、危ない。あー、待って。大事故の末にワンビザがボール回収。
うわ、どんなのまず、えぐー、いや、もう仕方ない。それはもう仕方ないとして、なら、取り返しましょう。はーい。バー当てても2点とかないぞ。ランバード収容できるから、ランバード何できんのじゃあ。やばい、やばいぞ。0対 1? いつもやったらこれ1試合終わってから気づくやけど、俺後半でもうすでに気づいた。ありがとう。あのね、あのランバード意識しすぎです。集中していこう。ベッカム、うん、これランバードいい。あー、そのポジショニングが神。いいですね、メッシさん。くー、それ通してなんぼのスルーパス持ちなのでは。ここです。はい、気持ちいい。気持ちいいのかした。ここ気持ちいいね。気持ちいいな。気持ち悪いな。ランパードがフリー。ランパードだ。好きに勝っては走っとるわ、あいつ。そこじゃない。目的を持って走れ。ランパード、そういうことだ。この圧倒的守備力。で、パス能力な。うわぁ、モルラン、ごめん。まさかお前が広がるなんて。やべ、完全にエゴだな、今のは。やばいな、令和チャンネル。マジで、フォワード向きだ。ブルーロックに監修されるべきは、俺みたいな人間は。シューバー、落ち着け。ベッカム、これ会いたいです。おい、おい、ああ、ダメだ。やばいね。そのベッカムが倒れ込んだ声で、お前動揺したの、今、メッシ。うまい、ホルラン。落ち着けよ。勝利のためには、どうする？そう、もう一回ホルラン。で、ここで、メッシ使っちゃうわけよ。さっきまではランパード。しかし、今回はメッシ使ったんですけど、もうコーナーキックでも何でもいい。とりあえず1点取れ。そうだ、ホルラン。この後、できたかだ。この後、かいー。ほい。いや、うまい。その後、誰かの体にぶつかって前ボールになる。ナイス、ベッカム。で、ちょ、待って。あ、出過ぎた真似を。ナイス。で、ここで、ランパード。ワンバ。うわー、絶妙。ホルランが戻して、ラバロイのアイスマス。そして、ホルランが、ナイスシュートーラーあぶねー。オーケーオーケー、ランバードへの理解度がだいぶ上がってきた。なんやかんや、ワンタッチでさばいちゃう系なしね。オッケー、了解。ちょっと無茶ぶりぐらいがちょうどいいや、こいつ、ランバード。わかったぞ、こいつ、小島だ。よし、よし、ナイス。うまいね。見事パスコースを切ってしまうというね、プレイスキルの差が出ましたね。ランバード行こう。ランバード、これは、一回パス渡して、ホルランがサイド持ってて、その後にランバード。違うわ、バカだれ。言い出し狂ったか。ちょっと待って。クリラ、ここでランパード、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 ランパードとランパード、もうちょい、うわぁ。はい、というわけで同点で甘酸っぱい結果になってしまったんですけども、ランパードへの理解率 100%。 どうやらこいつはガンガンパスをはたかせた方がいいらしい。俺はちょっと気使ってからしっかり体勢作ってパスとか出せようかなとか思ったけども、よこせよこせ、早くよこせぐらいがちょうどいいらしい。こいつらが営業でこいつが生産ぐらいのそういう関係でいいっぽい。で、あとなんか洗脳者とか言うたけど、どっちかっていうとランナーやったな。後半バリくたばっとったわ。というわけで、それらの情報をしっかり頭にぶち込んだ状態で次の試合行くぜ。両チャンネル、セントラルミッドフィールドの方がフランク・ランパードの生きるよ。分かっとるわい。そんなことは終わってるよ。でもフランク・ランパードセントラル見てみるなら使ってみろ。動画として使えるところ少ないんじゃ。動画のためにはランパードオメージ見てみたらこれしかない。もう最初から最後まで強いランパードを皆さんお届けすることができます。つまりどういうことか、それは絶対勝利。はい、よし、オッケー、完璧。で、相手もおそらくランパード使ったんじゃ。なるほど、お前セントラルミッドフィールダー派な。オッケー、了解。これどっちのランパードがよりランパードしとるかちょっとダメそうや、これでな。4312ってことは大体戦術分かったよな。こういうタイプはね、意外とな、楽なわけよ。結局どうやって攻めてくるのか分かるけど。お前立てますだろ。ほら、立てますが、あれ、いや、とか、危ねえ。うわ、そのパスえぐ。どんなの足元で。ナイス、足元コントロール、さすが。ランパード、ワンパ。そういうことやな。でもパスやっぱ上手いわ。なんかスピード乗っとるもん、こいつ。で、ここで、ね、走ってくるわけ、ランパードが。したら、フィチカルコンタクトでボールをキープして、スルーパスが出る。いやー、ベッカム、ベッカム、ベッカム。ナイス、クレバリー、オッケー。で、一回縦出します。で、ルンメリゲ。お、このランパードよくない？うっ、ここにオシャレパスを通すランパードを皆さんご覧いただきたい。おりゃー惜しい。でも2列目飛び出しでなんかゆっくり上がってくるけん、ちょっとなんかさ、相手のなんか守備よりも高い位置でボール持てるみたいな、そういうランパード。これよ、フェンシング見てみたランパード恐ろしさ。おい、なこれ。うわ、これはランパードだろ。で、ここで、ルンメリゲで、塗ってランパード上がってけ、シュー。あれ打てや。ふざけんなよ。それがお前の全て見たから。ランパードなんて大胆なトラップなんだ。しかしその後ボールを取られてしまうという始末。でこもないです。ここでもう一気にメッシを。で、ここで、そう、ルンメリケが一回ボールキープして、もう一回メッシの上がってきたランパードにボールが渡ると思わせといて、それはフェイクで、その後ベッカムが、ボーン、もうなんもわからん。これあえてカモインが戻すわ。で、ここでしょ？そうで、ベッカムでしょ？あそこだろ！なあ、ルンメリケ。もう分かっとるわ。入れや、ザコ。ムバッペだな！うわ、ビエラ取っちゃった、ごめん。ビエラが申し訳ない。これに関してはビエラが悪い。ビエラ、はい、メッシ、お前が悪くないよ。で、ルンメニゲで、はぁ、おい、何しようやん。オフサイドだったらそのまま俺もシャバ戻ってくんだ。はじけー。
おお、そこでだから背中見せんなよ背中見せ、コーナーキックだから、はぁおい先っちょだけやめろや、ゴール入っとった今の、いやきついわ今のは、正直リオレウスの尻尾がよ、判定ガバガバやん、ゆっくり行こうゆっくり行こう、あんまり前からガンガン行ってからうまいこと言ったことあんまりないから、レイバちゃんのレイバ下手だからね、開幕ね、ここランバードで、ワンパスルーパーモッチーフォルランもうサグッと逆転してまえよとりあえず、おいランバードワンパーナイス、これな、カウンターの引き返り行くわけよこいつが、おいおいベッカムのドリブル早すぎで、これでガーっていってガーっていってガーっていって、どうしようかどうしようかな、パスだあー待って、クロラどれ、いや待って、ワンビサカありがとうマジでナンバーワンビサカマジで、え、ランパーのこういう時な、迷いなく前線に走ってって死ぬとおいふざけんな、やむちゃかよ、ビエラ行きまーす、とこ、うわベッカムの足元でボールくれていいんですか、それカウンターしてくれてよみたいなもんやけど大丈夫か、やるぞじゃあ、やるぞやるぞ、いいんだな、いいんだな、ランパードがミドルっていいんだな、ドラーなんでやー、なんでお前角狙ったんやお前もうオセロじゃないんやからちゃんとやってくれ、ど真ん中でいいんですよ、ど真ん中で、ちょ実は YouTuber やってまして、実はね、あのボールいただきたい、ありがとうございます、おいなんでやランパード遠慮すんな、いけ、うっしゃうっしゃ、クリバリマジ、え、マジクリバリじゃない今のは、バーカジェラとか入るか、よし、どんなのもです、ミドルシュート合戦か、なるほどな、それならうちもとんでもねえミドルシューターがいるから紹介していいかい、赤コーナーフラッグー、うーラッパーゴーわー雑魚すぎ、神が飛べば勝てる、うん、だって相手が飯、いや待って、おーいなんだこれ、決勝結果以上